今日は5月13日金曜日のですね、今午後4時ですね、ここは熊本市のですね、西の方にあります本明寺ですね、ここの本明寺もですね、今回の、地震のですね、被害を、大きな被害をですね、受けてます。ここは加藤清、奥の方に加藤清正公ですね、のお墓であるあの上智廟がありますね。葬ってある上智廟というのがあります。ここの門はですね、今修理中ということで、危険だということで今立ち入り禁止になってますね。途中の駐車場のですね、方から入る。現在あの修理中のですね、本明寺の入門ですね、まだこのように立ち入り禁止になってますね。大きい、東の方を向いてる巨大な門ですね。本明寺の二王門ですね。こう言って今修理をされてますね。これが二王門から、本殿へ向かう通路ですね。でこれをちょっと今から歩いてみます。本殿に向かう途中にいつも2体の仁王さんがおられますけども、今度の地震ので今台座から外れてこのような状況ですね。こちらの方のお子さんは完全に横に倒れて、完全に首のところが外れてますね。今度の震災でですね、かなりこの本明寺もですね、被害が、被災を受けてますね。今から階段を上っていきます。